どうも、ヌヌです。聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナ、続きをやりたいと思います。今回は小さな魔法使い。バド&コロナ編ですね。なんかカボチャに侵略されてるっていう話なので、行ってみましょう。心がある人はみんなどこか行っちゃうんだよね。僕ら心ないからどこにも行かないんだって。知人のポキールが言ってたの。ちょっと聞いてよ、本当にもう。うちの亭主ったら娘が明るい子になるように言ってんで、外でバイトさせてんだけどさ。こんなことしないで仲良しのデュエルちゃんとかディーポちゃんと遊ばせればいいのよ。なんでもかんでも買ってあげて、娘の部屋に入り火、立っちゃって気味悪いたらしない。そうそう、あなた結構グーよ。ナイスファッション。おばさんはファンになりそう。もうこんなものあげちゃう。内容は自分の部屋に戻って確かめてちょうだいね。アイテム図鑑。おお、アイテム図鑑くれるぞ。占いやってく？はい、有力だよ。老後は一人でやっていくつもりなんだから負けらんないよ。ビタミン、カルチン、カリウム、ファイバー、ポリフェノール。これは、恋が叶うってことかしらね。あんた恋なんてしてる？お姉さんはさっぱりよ。というわけで行きましょうか。多分左側かな。あー懐かしい。見える人が郵便配達だけど、かぼちゃが怖いの怖いの。けけけけけ。あと、そう言われ方やめて。ほらな、お前もあれ、支配者スマイルだ。かぼちゃで世界を支配するの？バッカみたい。怪しいやつ、追い返すぞ、コロナ。かぼちゃにやらせればいいじゃん。そういうのはこれからの課題だ。やれやれ。頭冷やさなきゃダメね。こう使えるんだもんな。ドリアードだもんな。よいしょー、キーンってガードされた。これ当たるか？当たった。よし。
ね。飲む。ギリギリ。すげえ、俺を弟子にしてください。どうもすいません。私たち双子の、兄弟なんです。私はコロナ、あっちがバト。バトったらいたずらばっかりしてるの。弟子にしましょう。あわわわ。なんて心の広いというか、なんというか。小さな魔法使い。かぼちゃがケケケだったね。子供の魔法使いが二人でかぼちゃ怪人で世界征服をしようとしていたらしい。かぼちゃが襲ってきたら怖いな。でも美味しいかもしれない。しんない。まずかったらどうしよう。さて、何かイベントがないか、ドミナーの街にでも行ってみようか。誰もいないか。あの砂マントのルリーとかいうストーカーとかどないしたん？なんや不思議な話やね。胸が光るなんて。よほどでかい宝石でもつけてるんやろうか。女神はふむふむ。おお、なるほど。そして魔の力、なるほど。しかしそれにしても、おお、女神よ。なるほど、なるほど。ん？これは気がつきませんでした。私はこの教会を守っているヌーベルというものです。あなたに頼りにしてもらうのが私のためにもなります。私に何がお役に立てることがありますかな？この世界について知りたい。魔の女神を作りたもうたこの世界があればこその命。世界を知るのも大切ですな。この世界はイメージなの？魔法はどうやって使うの？大気には様々な魔の波動として満ちておるのです。
それに自分の心の波動を合わせて力として取り出すのです。そのための道具が魔楽器という精霊の宿った楽器ですな。詳しくはジオの魔法学校で聞けばよろしかろう。しかし、マナの力をもてあそぶのはどうかと思いますかな。物にはすべて知念が詰まっておると言いますな。手に取ったとき何か感じるもの、それはきっと意味のあるもの。物によって結ばれる心と心。物によって開ける新しい旅。あなたが出会うすべてのことを大切にしてくだされ。何かイベント起きないかな。あ、そうだ。どこ行っちゃったよ。モンスターのヒナがいる。あれは獣ヒナだな。野生のヒナがあんなところにいるなんて珍しいな。ラッキーだね君。こんなチャンスはめったにない。めったにというかもう二度とないよ。捕まえてみな。捕まえてみる。ちょっと待った。闇雲に近づいてもヒナは捕まえられないよ。向こうも用心してるからね。慎重に、そして油断を誘うように行動するんだ。何を誘う？ヒナはかなりの食いしん坊だ。餌を見つけると夢中になって食べ始める。しかもお腹いっぱいになると眠ってしまうんだ。そうすれば楽に捕まえられる。それからできるだけヒナの視界に入らないようにしていると、いなくなったと思って油断するから捕まえやすくなるはずだ。サイコロ1号を獲得。ウズブドを獲得。イカレモンを獲得。企画ボタンでリストを開いて餌を選んで丸ボタンで置くんだ。もうちょい、うん。ペット牧場。メイがお届け、ヒナを届け、牧場に。かっさられたよ。ここは君の家の敷地内だ。来たことがあるだろう。ここは牧場。モンスターを3匹まで放しておくことができるんだ。モンスターは放牧していると少しずつ成長していく。放牧しておいた方が旅の仲間として頼もしいモンスターに育つだろうね。捕まえたばかりのモンスターはあの小屋の中にいるんだ。そしたら小屋の中に行ってみよう。ヒナを捕まえたらここで育てるんだ。冒険の最中たまにヒナを見つけることがある。ヒナを見つけたらゲットだ。モンスターは最大5匹まで飼うことができる。もし出先でヒナを見つけたとき、すでに5匹のモンスターを飼っていたらどうするか。このときは5匹とヒナのうちどれかを売ってしまえばいい。売るときは好きなやつっていうか、嫌いなやつだな。ダメなやつ。モンスターの買い取りは道具屋のジェニファーがやってくれる。結構しぶちんなんだ、あの人。でもモンスターを買い取る物好きは他にいないからね。話を元に戻すと、捕まえたヒナは数日すると成長する。ヒナから育てたモンスターは飼い主に懐くから冒険に連れて行けるようになるんだ。冒険に連れて行けば成長してどんどん強くなっていく。頼もしいパートナーになってくるはずさ。
それからモンスターは餌の与え方で成長の仕方が違ってくるんだ。餌にどんな果実や肉をあげるといいか、いろいろ試してみるといい。餌は成長してレベルアップするときに食べるから。放牧するか一緒に連れて冒険しないと餌箱は空にならないよ。とりあえずそんなとこかな。ヒナを捕まえたら、あとは君の育て方次第。頑張ってみな。したらな。ペット牧場。ペットちゃん。これってどこに入るんだ？ペットを育てたりできるようになったらしい。僕はサボテンだからトゲトゲでチクチクにしちゃうけど、人間はツルツルだから大丈夫。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひ、ゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。